はい、で今やってたね作業は腹筋ステッチの真ん中をこうへこましたい、へこましたいっていうかね、このウレタンにこう新たに切ったこう溝の中にこうこれを埋めて、でこう引っ張ってる感じを出したいので、こういうものをね後付けでつけてますね、こういうやつ、この隙間にこうはめて、で裏からこの紐引っ張ると、そうするとここがこうギュッと向こう、ここのこう陰影がね、くっきり出る、くっきり、まあくっきりでもないかな、ちょっとこうグンって感じで出るんで、それをやりたいがために、こういうものをね後付けでつけてます。はい、で今ね引っ張り込みまして、こういう感じで、まあこれいろいろやり方あるんですけど、ウレタンにこうね食い込まないように、ストッパー代わりにこういうカーペット使ったり、まあボタン使ったり、いろんな方法があります。これは今回独立して取り外せるクッションにするんで、シートフレームには、紐は結ばずに、こうクッション単体でね成立するものにしてます。で、こんな感じでね引き込んだんで、山がモコッとしてると思うんですけど、実物で見るともうちょっとねくっきりするんだけど、あんまり写真で、これこう株置いてフレームに、でこのプラスチックフックがフレーム側にガチョってはまるんで、まあこれはこれでね一応終了なんですよね、あとはフレームに乗っけて座面は OK です。フレームに置くとこんな感じでね、だいぶえぐいっすね、やっぱりね、えぐいな、いい感じですねこりゃ。はい、座面完成して、シート外周も張り込みました。ちょっとねこの辺から引っ張り込んでるの分かりますかね、こう影がね濃く出てると思うんですよ、この辺が、この辺に比べてこっちは谷がすごくねギチッと深くて、なんか前から見るとね分かると思うんですけど、ここら辺がね陰影が濃く出てると思います。じゃあ背もたれ頑張りますか。
成しました。フロントシート、だいぶやっぱりね元のやつとは、雰囲気変わったと思います。まあ、ポイントはねやっぱり、このDの風の腹筋ステッチなんですけど、元のシートがあのコブラのバケットなんで、背中の作りとかはまあ D の本物とはちょっと違うんですけど、今回一応ねシウレタンはセパレートで作って、まあ座面は元々のやつで、背もたれはあんまりここの部分ね厚みを出して作れなかったんで、背もたれのここのモコモコは座面に比べるとちょっとペトッとしてる、フラットな、フラットですよね、フラットな感じになってて、でこの座面の方がちょっとこう、なんて言ったろうな、ムチムチしてるというか、で背中はね結構薄っぺたいですこれ、うん、まあ、こんな感じで、これ2脚ね、まだちょっとこれ1脚しか貼ってないんですけど、これ2脚入ったらね結構インパクトあるよな。この辺いい感じにやっぱり引っ張ってるからね、なんかこうモキモキってしてますよね。でねこれね、まあ背もたれのこういうとことかね、こう微妙にちょっと縫い代っていうか、このマチをつけて、なんていうんだろうな、この感じが欲しかったんでこんな感じにしました。本物の D のはなんか、まあ何パターンかあるんですけど、本物の D のはここにねこう隙間が空いてるやつもありますね、うん、で何かしらこうちょっとこうなんだろうな、街道レーサーっぽさも車にあるんで、キャロルはなんかちょっとこうただクッション乗ってるだけ感みたいなとこもちょっと出したくて、本来はね多分こっち側の外側とセンターはこのラインで縫製して、こういうクッションのねこの待ち、立ち上がりの待ちみたいなのはないのがまあ通常だと思うんですけど、ね今回やってるキャロルはなんかちょっと街道レーサー風なところもあるんで、ただクッション乗ってるだけ感がねあった方がなんか生々しくていいかなと思ったんで、なんで座面もねこの辺とかこの両サイド、立ち上がりのこのラインが見えてると思うんですけど、まあすごいちょっとクッション感が出る、クッション乗ってるだけ感が出る風にしてあります。なんでね結構生々しいシートですよね、なんかね、まあ僕のすごい好きな雰囲気になりました。なのであと、もう一脚これをね、貼って、でリアシートを作って終わりです。間に合いそうかな、うん、なんでね、もうちょっとで完成なんで、頑張ります。